さあ、続きだ。オビトの宣戦布告により開戦した第四次忍海大戦は佳境に入ろうとしていた。ナルトのもとには忍び連合軍の仲間が集い、オビトのもとにはマダラが現れ、戦場は大いに乱れた。オビトとマダラ、二人の力に抗うことは困難を極め、ついに十尾が顕現。そしてオビトはその力を取り込んでしまった。そんなことされたらもう手をつけられないんじゃ。いよいよ窮地に立たされたナルトだったが、そこにかの忍びが現れ、戦況は変化の兆しを見せた。その忍びの名は内葉佐助。佐助さん。もはや無限つくよね発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ、まだ俺とサスケがいる。お二人ならその十尾を取り込んだオビトが相手でも勝てるんじゃねえの。十尾の力とはすなわち陸道仙人と同等の力。並大抵の戦力では傷つけることすら難しい。当時の忍海においてそれができるとすれば、ナルトとサスケ、この二人のみ。しかも、相手は友達の二人の共同だぜ。じゃあ、次展開だってまた。ここに至るまで、十尾、そしてオビトとマダラの攻撃によって、忍び連合軍は多くの犠牲者。ヒューガネジ、君の叔父のその中の一人。ああ、もちろん知ってる。その死はあまりにも大きく、ナルトですら一度は喪失感に押しつぶされてしまう。愚かな行為だが、その時手を差し伸び救い出したのは君の母。今やナルトは忍界を支えるものとなった。逆もしかり、そのような小さな姿ナルトを支えてくれた。距離を取るか、距離を取るか、はっ、ふふ、距離を取るか。やった、決めるぜ。能力は今回だけだ。ナルト、サスケ、サンキュー。次だ、好きにしろ。行くぞ。二人の抵抗、そしてナルトの言葉はオビトの心を次第に追い詰め、溶かしていった。ついにはオビトを無力化させることに成功し、忍び連合軍は歓喜に沸いた。しかし喜びは長くは続かなかった。マダラが十尾の力を吸収し、第二の陸道となったからだ。陸道の力を得たマダラは圧倒的だった。忍びたちは必死に抵抗し、それこそ命を懸け死力を尽くすも、一人また一人と戦える者はいなくなっていく。戦場に絶望が漂い始める中、それでもマダラの前に並び立つ忍びがいた。その忍びとはもちろんナルトとサスケ。マダラに対抗できるのはもはやこの二人のみ。お前では俺を問う。俺は陸道の。ただ、俺がお前を倒すんじゃねえ。
俺らで倒すんだってばよ。お前をな、まだだ。さっさと呼べ。姿がまた変わってんな。今度は何が起こったんだ。生と死の狭間、精神空間において陸道仙人と解放し、彼の力を借り受けた。生と死って二人とも一緒にマダラにやられ瀕死に陥った。え、二人とも死んだの？死んではいない。その寸前だったと言っただけだ。いやいやいや、寸前も何も。マジかよ。ていうか、二人をここまで追い込むなんて。ウチハマダラってどんだけ強いんだよ。わかんねえな。なんだってマダラは無限つくよみを成功させたいんだ。マダラの立ち位置を仮に悪と呼称した場合の話だ。彼も最初から悪だったわけだ。オラー！悪魔！車！移住！惑星螺旋手裏剣！オラー！むしろ愛情深い男。さあ、この戦いから引き上げる。一進一退の攻防を経て、ナルトたちはマダラを追い詰めることに成功した。だがマダラは止まらなかった。巧みに戦況を操作してついに成し遂げたのだ、無限つくよみを。そりゃめちゃくちゃやべえじゃねえか。忍界が夢の世界に誘われ、残った忍びはナルトら数名。第四次忍界大戦はマダラの勝利で終わったはずだった。はずだった。もう一度チャクラを名前一つにする。こんな悪魔いた。強大すぎる力で古に封じられた存在、ウサギの女神、鬼、さまざまな故障がある。神様、大筒木かぐや。大筒木、またここでその名前が出てくるのかよ。いや、マダラは？あいつはどうなったんだ？マダラには、絶という絶対の信頼を置く仲間がいる。無限つくよみの計画を進める影の協力者といった存在。だが、計画の成就を確信したマダラは、最後に絶に裏切られた。無駄だ。絶、マダラの真の仲間ではなかった。遥かな昔から、カグヤ復活のために動いた。撃ってばよ。行くぜ、サスケ、サクラちゃん。あっち行ったば。行け、青だ。ガバキシ。ナルト、サクラ、おめだ。無限つく読みを介することで、復活に用いるチャクラを集めさせ、そしてマダラ自身は、かぐやの寄り代に利用された。次に移動だな。まさに新天道地の戦いだった。幾度も押し寄せる絶体絶命の危機を仲間の起点とナルトとサスケの奮闘によって脱し、かぐやは再び封じられることになった。真の黒幕を倒したってことだよな。これで戦いは終わり？いや、まだ決着はついていないものがある。長きにわたる因縁、いや、つながりの答えを出さねばならない。
ナルトとサスケ、二人のつながり、その行く末を。やっぱ、そうなるか。そうだよな。もはや、ここまで来て、互いができることは一つ。拳を交えるのみ。何度も何度も、何度も何度も、傷つけ合い、天を焦がし、地をうがち、叫び、否定し、そして。いい加減、しつこいんだよ。さっさと切られやがれ。おめえじゃ俺とのつながりは切れやしねえってばよ。つながり、つながり、うるせえんだ。俺は、つながりがあるからこそ苦しいんだ。つながりが強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。ナルト、てめえとのつながりが一番めんどくせえんだよ。まだろ、かぐやが止まって最後に父ちゃんが拳を合わせたの。サスケさんだろ。そう呼ぶしかないだろう。サスケさんはサスケさんの中に答えがあった。それでも父ちゃんはサスケさんを追いかけて、サスケのために走っていた道、いつしか忍界を巻き込む道に、仲間を支え、支えられ、つながりを生み、守る。ナルトはその忍道を懸命にかけていた。そろそろ試合にしようぜ。この戦いを、これまでの戦いを。時間だ。いい。二人ともボロボロだったけど、最後は一体どうなって。まさに命を懸け、己の持つ力を絞り出した二人は、ついに体が限界を迎え、地に並び落ちた。傷つき、動かぬ体にあって、互いの胸の内を明かし、それでもなお残っていたものは、それはナルトの純粋な思いだった。天地が変えろうと決して変わらぬ友への思いは、いつしか堅くななサスケの意志を溶かし、ついにサスケはナルトを認めるに至った。サスケさんが父ちゃんを。そうか、これで俺の知ってる二人に。これより先を語るは野暮というもの。父ナルトの功績は君の里を見れば明らか。忍びの歴史はなおもナルトと共に流れている。時が来たな。時だまりの前戻ってくるのだ。わあ、よくやった。時代をめぐり、父の軌跡を追うことで様々なものが見えただろう。俺、前より父ちゃんのこと分かってた気になってたけど、まだまだ浅かったんだな。でも、なんつうのかな、うん、父ちゃんすげえかっこよかった。
彼の生き様は人界に大きな影響を与えた。だからこそ人界の軌跡を元に戻す要ともなる。あれはナナシの四つ目の記憶が現れたか。だがどうやら今までのものとは異なるようだ。どういうことだってばさ。詳しくはわからない。実際に確かめてみるしかないようだな。光？ああ、今はまだ人界は闇の中にあるが、この子には光の中を歩んでもらいたい。そんな願いを込めた名前だよ。変かな？いい名前じゃない。ね、光？うちは光。それがあいつの本当の名前だってのか。じゃあなんであいつはナナシって名乗ってんだ？親を失い、幼少の頃から大人に利用され、心がすさみ、そこに異なる呼び名を与えられる。名前がないという意のナナシが新しい彼女の名として刷り込まれた。もはや人形のように生きてきた彼女に名前は重要ではなかったのだろう。なんだそれ、くそ、胸がモヤモヤするってばさ。彼女の生き様は日の光に当たらぬ道、そこに未来はなかった。そして今人界も同じく光の当たらぬ道を歩もうとしている。光の当たらぬ暗く冷たい道を。そんなこと絶対にさせねえ。ああ、だからこその奇跡だ。君が集めた渦巻きナルトの奇跡が皆に光を当ててくれる。さあ、人界を元に戻そう。ああ。渦巻きナルトの奇跡を元とし、結びつきし縁たちよ、記憶の海原を走り、伝え、広まれ。奇跡よ、ここに復活するのだ。